はい、皆さんこんにちは。フラッツさんがゆくでございます。今我々はどこにいるんでしょうか。ジンさん、ジンさん、僕です。なんだよこの、僕ですよ、このオープニング。なんだよなんだよ、もうやれって言うからやれって言うから。なんだよ、どこだよ。文句言うなよ。え、やれって言うからやった。やれって言われたって言うなよ。言われたって言うなっつうの。もう汗が止まらないよ。さあもう暑い。さあ今日ね、ここ、はい、こちらビルでございます。ビルですね。ビルの試合なの。そう、グリーンがね、いっぱいありますね。そういうことじゃないのね。そう、そしてジンさんは、うん、隣のビルから撮っております。隣のビルじゃないだろ、はい、もう。ジンさん今戻ってくるからね、うん、ちょっと待ちながらさ、さあ、すごいね、これ隣接してんだ。そう、隣接してるんだって。まあこれね、溝の口駅から徒歩 2,3 分のところに今来ておりますが、はい、まあ時間かかるんでちょっと待ちましょう、はいはい。でこう来た時に多分どこか分かりますから、うん、もう分かってんのかな。もう分かんじゃないの。もうジンさん場所分かってる、これどこか。そう、はい、我々ね、あの昼間には似つかわない、うん、この、アイリッシュパブジって読むんだって。ジ・ヨーク。あ、そうなの。そう、なんか前回コウタ君ってここのオーナーさんに、うん、小清水さんザじゃないです、ジですって言われたんですよどうでもいいやと思っちゃったもん、その時。そうなんだ、うん、みんなジでもザでもさ。そんな夜さ、バーなのにさ、うん、こんな昼何しに来たの。今日はね、うん、なんとね、つい先日からですね、こちらランチが始まっておりますということで、おじさん3人ということはおじさんランチシリーズでございます。得意のもうけんちゃんにご飯を食べさせようっていう回。もう、ね、暑いよ。暑いでしょ、もう暑いから、とりあえずさ、もうここすっごい暑いのよ。そうめん、さっきもこのそうめんとかがいいよ。そうめん、うん、そうめん家で食え家で食え、そうめんは。そうめんとかでいいよ。ジ・ヨークに来たんだから間違いなく、うん、もうなんとなくいい想像して、絶対ハンバーガーですよ、うん、この、うん、この感じの入り口、中入ったランチ、絶対ハンバーガーでしょ、うん、じゃあちょっとさ、暑いからさ、中行きましょう、皆さん。では、もう早く行こう。レッツゴーということで、行こう。はい、行って、お邪魔します。え、もうここ撮った。うん、大丈夫ね。どの辺で撮ってたらいいかな。おー、今コウタ来た、コウタ来た、ほら、コウタ。あ、コウタ始まってるよ。あ、すいません、何してんのよ。これなんて読むんだっけ。ジ・ヨークです。ほらね、ジ・ヨーク。これザ・ヨークでしょ。ザ・ヨーク、ジにこだわるのよ。ザ・ヨーク、どうでもよくない。ザ・ヨークだよ。めっちゃ汗かいてる。汗はしょうがないの、今バッティングセンター帰りなんだから、我々。しかも、そう、しかも見て、全然ハンバーガーじゃねえ。やべ、見て、全然ハンバーガーじゃないんですけど、メニューが。すごい、トルコライス、オムライス、ポークジンジャー、ハンバーグ。え、で、なんだっけ、多分もう言っていただいたけど、どれ食べるか決まってるんだっけ。おすすめでいいんじゃない、かなちゃんの。はい、おすすめを出してくれ。あ、ちなみにあれですか、あの全部。そうだよね、全部全部。ちょっと待ってよ、人数に対してプレートが合ってない。来たぜ、ほら、どうなってんだよ。人数に対してプレートが合ってないって。どうなってんだよ。何なんだよ、マジで。全部おすすめなんだからしょうがないだろうよ。勘弁してくださいよキッチン満腹っていう名前でやってるんですか。はい、お昼。あ、なるほど。じゃあジ・ヨークさんでやられているキッチン満腹っていうのはまた別の、別、うん、彼女がやられてるという。そうそうそう。お名前は、こんな感じで進めるんです、大体。はい、かなです。かなさん、かなちゃん、はい、かなさんはここ以外にお店もやられてるってことじゃないですか。やってないです。やってないですか、ここでやられてると、はいはい。じゃあ、かなさんの料理を食べられるのは、ジ・ヨークだけ。いいよ、ジ・ヨーク。ジ・ヨークにこだわるんだよ。ジ・ヨークだけど、昼は満腹、キッチン満腹なんだよ。そうか。どっちだっけ、満腹？満腹。満腹？満腹。あ、満腹。違う、それ満腹、満足だから。なんだよ。ケンちゃんの、知り合いということで、うん、全メニューって言うんですけど、今日あれですか、
4プレート出るんですかこれ。5です。 5? はい、5だよ。メニューが4種類あって、うん、はいはいはい、あとは品まぐれランチっていうので、なるほどね、週替わりっていうか日替わりある期間、数量限定でそれがある間だけっていうのをやる。なるほど。勝手に気まぐれんのやめてもらってもいいですか。いいじゃねえかよ、気まぐれ。4でいいだろ、4で。せめて、いや3だぞこっちでメンバー映るの2だぞ。だから1人3プレートだぞ。3対2でいいぞ。いいじゃない、おすすめっつってんだからさ。それでさ、お前見ろ。いや、これがさ、だから10種類とかあったらそれはダメだよ。分かってるよ、分かってるけど、もう俺はむしろ見えてんだよ、ワンプレートが。ワンプレート見えてる。ワンプレート見えてんだよ。ノーワンプレートね。ノーワンプレート、あの、大富士山が見えてんだよ、後ろに。大富士山がほら、そこにすごいね。やばいんだ、あれがワンプレートだぞ。うん、えぐいのはご飯の量だよ。そこね、だって満腹なんだから。どうせあれだろ、あれだってお前ちょっとでさ、全然満腹なのに満腹じゃねえよって言って帰るお客さんいたら嫌だろ。まあそれはわかるけども。で、その、まあね、ワンプレートで満腹だって言ってるところを、うん、なぜ5だからおすすめだからだよ。すすめさせんなよ。おすすめなんだからさ、なんなんだよ、しょうがないだろ。すごい、なんですかこれは。カレーライスです。カレーライスです。いきなりカレーライス。いきなりカレーライスです。カレーライスは通常メニューにはないんだよね。はい、ないんだ。気まぐれでね。気まぐれね。限定なんだって。エビフライとかね、本当はいらないんです。言えるんだよ。本当に言える。本当に本当に。お前が食えないだけだろ、アレルギーで。すごいのよ、これ。ジンさん、見てこれ。カレーにさ、エビフライ乗ってんだよ。あとチーズも、すごいの、この贅沢感が。これチーズいるんですか。いるんだよ。いるんだよ。いらないもの乗っけてないんだ。大丈夫ですか。よし。じゃあちょっとこれは僕、うん、エビぐらい食べれないからそっちで。はい。ケンちゃん、じゃあ俺ケンちゃんほらカレー好きでしょ。うん、カレーでねここまで大きくなってきたの。そうだよ。おお、誰がキレンジャーだよお前。サンバル感でいうとね、カレー、カレーバルパンサーじゃないんだよ。バルパン。でも確かにこの山やばいっすね。だから言ってんじゃん、その山やばいっすね。この山を使うプロですよ。だから言ってんじゃん、かなちゃんは。この山を越えたら何が見えるのかな。苦しさしか。誰が言ってんの。いただきます。あ、うまい。うまい。うん、そりゃそうでしょうよ。うまい。チーズとエビフライいらないもんだって。いるんだよ。いるんだよ。カレーライスでいいんだもんだって。ほんなあ、うまいね。もう5分の1のスペシャルガーンって最初に出てきちゃったんだから、うん、うまい。そりゃうまいぜ。もうやべえ、すげえお腹空いてきた、食べてんのに。いいじゃん。一番いい状況じゃん。でも多分満腹になるよ。満腹食堂だけにね。満腹食堂じゃねえしな、まず。違うよ。キッチン満腹だし。このエビフライを最後に食う。最後に食うタイプだから俺。お前がどんなタイプなの。いいよ、僕はエビフライを最後に食べるタイプの人です。いらねえだろそれ。ドレッシングかけたのに、うん、サラダまだ食べてないから。そういうタイプ。ういうタイプ。みんなさ、野菜先に食うとか言うじゃん、うん、最後でいいんだよ。でも、うん、あれらしいよ、科学的にはどっちからでもいいらしいよ、うん、でしょ、うん、だから先じゃなくたっていいんでしょ。そう、先じゃなくてもいいの、うん、だから俺は最後、うん、どうでもいいか、その話。ありがとうございます。あ、これ、うん、ケチャップ味のそうめんです。あ、出た。ケチャップ味のそうめんね。そうめん太いな。これもだからエビフライじゃない。いや、エビフライの話いいだろ。くだり。いるのこれ。いるやつだった。さっき思ったよ、オムライス出たんだけど、そのまま出せばいいの。あの女性上乗せたよね。プロな。エビフライの。エビフライのプロ。ありがとうございます。だって別にエビ嫌いなわけじゃないもんね、お前ね。嫌いじゃない。エビ好きすぎて、うん、食べすぎて、人生のエビを全部食べちゃったから、うん、もうダメだよって言って、喉の中にボツボツができる病気です。わかる？生死をさまよわされるエビに。そういう病気なだけよ。ただそういう病気なだけ。ただ。え？
うん、そりゃうまいよ。そりゃうまい、そりゃうまいよな、そりゃうまいよ。だってケチャップライスに卵でデミグラスソースでさ、うん、タルタルソース入ってたから、そりゃうまいよ。タルタルダメですよ。タルタルダメなの？はい、そりゃうまいぜ。これすごいな、二皿二皿だよ、ね、まだね、うん、まだ折り返し行ってないんだよ、これ。大丈夫かな。よし、ちょっと、ジンさん一回ちょっとカメラ置いていいですよ。先言っときますけど、二人じゃ無理。先ました、三つ目。これやばく、これやばいよ。これだってさ、ちなみに何、これ乗ってるのは何ですか？これ、唐揚げ的なものがいくつか乗ってるんだよね、トルコライスって。薄いカツが2枚乗ってる、うん、あ、薄いカツね。はい、じゃあ大丈夫。エビ、エビ、エビね、エビね。結果エビ3本目だからね。すごいよ。じいさん奥にもほら1エビあるからね、奥にほら。これね。そう。じいさん食べてこれ。じいさん食べて。うん。取りながら。うん。待ってましたよこれ。失礼します。あ、とんでもないです。出ました。すごいこれハンバーグ。手ごねですか、これは。手ごねです、ね、手ごねですよ。 250g です。 250g。 さっき何食ってたっけ。僕、うん、オムライスか。やるね。満腹だよ。満腹、もちろん満腹だって。キッチン満腹ですよ。何、パスタ、うん、パンチあるね。パンチある、パスタが結構パンチあるんですよ、これ、うん、たまるのよ。さっきもうちょっと焦っちゃって左と右間違えちゃってるぐらいだもん。うん、うまいな、うまいの知ってんね。うん、うん、うわ、肉の口柔らかい。どうした、兄さん、どうした。兄さん食えんでしょ、もうちょっと。あ、これだったら絶対無理や。え、あ、余裕ぶっこいでんだよ。ジンさん、何してんだよ。何トルコライスで満足してんだよ。ちょっと切ってあげるから、ちょっと待って。そっちはいらない。いらないとか、いらない、いらないとか言ってるよ。いらないとか言ってるよ、いらないとか言ってるよ、ジン。いや、本当は食べたいんだよね。ね。本当は食べたいんだよ。いや、これマジで柔らかくて美味しいよ。すごい、これ美味しいですよね。まず、ちょっと初めからこれが良かったよね。そうなのよ、うん、これと交換してる。ちょっと量、あ、じゃあちょっといい、ちょっと。ありがとう、ありがとう。うまそう、これ俺、多分若干なんだけど、うん、お酒抜けてないのかな。手が震えるんだよ。うん、ポークビンジャーうまい。うまいよね。うまいよ。すっごい柔らかい。あ、いいね、このジンジャー感がまた。このさ、何、ハンバーグ半分。また半分をジンさんに渡せばいいじゃないですか、これ、うん、うまいね、肉肉しくて。あ、うん、マジでうまいけど、うまいね、うまい。うまいけど、あの、一ランチで5プレートはないです。そうね、十分一皿で、うん、そうそうそう、満足できるよ。できます。どのの美味しいよ。でもさ、選ぶ権利ってあるでしょ。でもほら、しょうがないじゃん、だって全部おすすめ。まあ確かに確かに、それは分かってるけど。いやちょっと来たね、だいぶね、うん、美味しくいただき、うん、
ただきましたということで。そう、もうね、あのこれ最後全部食べますんで、うん、もうあのいいよね、もうね、ね、うん、もういいでいいでしょ、うん、兄さんもいい一回さ、うん、兄さんいつまで撮ってんだよそうだよ、早くハンバーグ食べなよハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグもうちょっと頭ボーっとしてきちゃうぐらいキッチン満腹さんは日曜日と月曜日はお休みです。はい、あとあの店主の方がの、まあ、個人的な事情で休むこともありますが、基本火曜日から土曜日まで、なるほど、はい、オープンしておりますので11時半11時半から3時までで、はい、2時半ラストだったので、はい、5プレートでやってますので、ぜひ、うん、5プレートお召し上がりください。あと1週間来れるってことだね。そう、1週間来れるってこと、ね、5日間来れるってこと、うんうん、よろしくね。じゃあこの後食べるから、うん、ジンさん早く食べてマジで皆さん、本日もフラットさんが行くご視聴ありがとうございます。いいなぁ、面白かったなぁと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。おい、バカ野郎、この野郎、ちゃんとチャンネル登録してんのか、この野郎。また来週も見てくれよな。